フューリーはデビッド・ヤー監督、脚本による第二次世界大戦時代を描いた2014年のアメリカ合衆国の戦争ドラマ映画である。出演はブラッド・ピット、シャイア・ラブーフ、ローガン・ラーマン、ジョン・バーンサル、マイケル・ペーニャ、ジェイソン・アイザックス、スコット・イースト・ウッドらである。撮影は2013年9月から11月までにイングランドで。 本物のティーガー愛戦車を使って行われた。1945年4月、連合国がナチスドイツに最後の攻勢をかけようとしていた。第2気候師団第66気候連隊に所属するドン・ウォーダディ・コリアーが社長を務める M4A3E8 シャーマン、フューリー号には以下のクルーが乗り組んでいた。砲手のボイド、バイブルスワン、総天主のグレディ、クーン・アス、 トラビス、操縦士の鳥にゴルドマルシア。副操縦士は戦闘で死亡し、補充として新兵でタイピストを務めていたノーマン・エリソンが配属される。ノーマンは戦車の中を見たこともなく、ましてや戦闘に参加したこともなかった。デポで、ウォーダデイは武装 SS に対して憎しみを抱いていることを嫌悪にする。ノーマン以外のクルーは、 北アフリカ戦戦線からの歴戦の歴であったそのため、ウォーダディーと共に生き残ってきたクルーは、戦闘経験がなく、ドイツ兵を殺すのにおじ気づくノーマンを過小評価する。戦車正体が重列で行軍中、ノーマンは木陰に敵らしき人影を見つけるが味方に警告せず、そのせいで、ヒトラー遊言との攻撃によって、戦闘を走るパーカー中尉の戦車が破壊され、 上院諸とも左だるまとなってしまう。さらに、ドイツ軍対戦者法人地との戦闘の際にも、ノーマンは戦うことをためらってしまう。ウォーダディは怒り狂い、戦争の現実を教育するために、ノーマンに捕虜のドイツ兵を射殺する、要強要する。ノーマンはこれを拒否するが、ウォーダディは力ずくで銃を持たせ、彼に捕虜を射殺させる。小さな町の制圧を通じて、 ノーマンとウォーダディの絆は徐々に深まってゆく。ウォーダディとノーマンは民家に入り、ドイツ人女性のイルマとそのいとこ、エマに出会う。ノーマンとエマはベッドを共にし、続いて4人で朝食を楽しもうとしたが、他のクルーが家に押し入り、エマの飲み物にタバコを投げ捨てたり、食事に唾を吐くなど、嫌がらせを行う。初めは黙って見ていた、ウォーダディだったが、 クリューラが海戦当初の苦い思い出を語り出したことで、ウォーダディは激行し、緊張を引き起こす。そこで年齢がやってきて、ウォーダディたちは任務に戻ろうとするが、そこにドイツ軍の砲撃が加えられる。砲撃によって砲弾がイルマの家を、交代するドイツ軍が防衛戦に参加しない市民を殺害してその遺体を見せしめにしたり、アメリカ軍に近寄った市民を射殺し、 自らの街を燃やす様子を見て、ノーマンは敵兵に対する憎悪を燃やし、そして敵を容赦なく撃つようになっていく。ドイツ軍は交差点を通過して攻撃してくる。可能性が高いことから、ボーダディーの率いる戦車小隊はその交差点の保持を命じられる。小隊は行軍途中、一両のティーガーアイと遭遇する。戦闘の末、ティーガーアイの撃破に成功するものの、 その過程で味方4両のうち3両が撃破され、フューリーのみが残る。加えて、車上無線機が破損して使えなくなり、支援を要請することも不可能となった。それでもフューリーは先に進み、田舎道の交差点に到着する。交差点を監視できる丘の上へ移動しようとするが、対戦車地雷を踏んで、右乗り体が切れ、走行不能となったフューリーは、交差点上で立ち往生する。 ウォーダディーらは戦車を降りて、修理を試みるが、前方のおかい偵察に出たノーマンは、敵の接近を察知。約300名からなる武装 SS 大隊は歌いながら、行進し、セニーは十分であった。クルーは戦車を放棄して森へ逃げることを主張するが、ウォーダディーはこれを拒否、一人で戦おうとする。はじめは、気が進まなかったクルーであるが、最終的には、 待ち伏せ攻撃を行うことを決意する。戦車上にドイツ兵の死体を置き、さらに火をつけ、フューリーが撃破された、き戦車であるかのように装った、ウォーダディーたちは、車内で敵を待ち受ける間に、これまでの活躍を振り返り、ノーマンを一人前のクルーとして認める。敵をギリギリまで引きつけた、ウォーダディーとクルーは、戦車砲とすべての消火器。 手榴弾を駆使して圧倒的な数の差にもかかわらず武装 SS 大隊に多数の損害を与える。だが、立ち直った武装 SS 大隊は日没の野犬に乗じて激しく反撃し、フューリー側の弾薬が乏しくなる。クーン、アスは砲塔を貫いたパンツァーファウスト弾頭の分流を受け、ゴルドは車内へ取り落とした作動済みの手榴弾に追いかぶさり、バイブルは 狙撃兵が放った銃弾を頭部に受けてそれぞれ戦死。ウォーダディも狙撃兵の銃撃によって3発の銃弾を体に受ける。車内に残されたウォーダディとノーマンであるが、ウォーダディはノーマンに戦車の下部脱出ハッチから逃げろと促す。車体の元に出たノーマンは地雷の爆発によってできた地面の穴に隠れ、ウォーダディは戦車の中に放り込まれた。 手榴弾の爆発によって戦死する。ノーマンは戦車の下を覗き込んだ一人の若い武装 SS 兵士によって発見されるが、武装 SS 兵はノーマンをそのままにして先に進んでいった。翌朝、ノーマンはフューリーの車内へ早がり、ウォーダティの遺体にジャケットをかける。そこに到着したアメリカ軍部隊が車内で息を潜めていたノーマンを発見し、お前はヒーローだと話しかけ。 彼らの奮戦によって、ドイツ軍の攻勢が失敗に終わったことが暗示される。唯一の生存者となったノーマンは、衛星隊の移送車両によって後方に運ばれる。一昼夜が過ぎた、交差路一帯にはふすぶる炎と黒煙が立ち上り、周囲には無数に横たわるドイツ兵の遺体と破壊された、シャーマン戦車フューリーが、路上に佇む。 カッコ内は日本語吹き替え世界で唯一駆動可能なティーガー戦車であるティーガー131はボービントン戦車博物館より貸し出された。現代の戦争映画でティーガーアイが使われるのは初めてのことであり、131は2009年から2012年の間にランニングコンディションに唯一レストアされた2013年2月13日、デッドラインは QED インターナショナルが次のプロジェクトとして、 デビッドエアーが脚本を執筆し、監督する予定であるフューリーを購入し、出資する予定であることを報じた。4月3日、制作の開始が2013年9月に予定された。2013年4月10日、ソニーピクチャーズがオークションでユニバーサルピクチャーズに勝利し、コロンビア映画が北米杯休憩を獲得した。2013年4月3日、 ソニーはキャスティングを開始し、以前に2009年の第二次大戦映画、イングロリアスバスターズに出演していた、ブラッド・ピットが主人公のウォーダディ役での交渉に入った。4月23日、シャイア・ラブーフがキャストに加わった。5月1日、ローガン・ラーマンがノーマン・エリソン役でキャストに加わった。5月14日、ハリウッドリポーターはマイケル・ペーニャが 戦車の乗組員役での出演交渉が行われたと報じた。5月17日、ジョン・バーンサルがクーン・アス役で加わった。8月26日、スコット・イース・トウッドがマイルス軍装役でキャストに加わった。9月19日、ブラッド・ウィリアム・ヘンケが別の戦車長のデイビス軍装役でキャスティングされた。ジェイソン・アイザックスは10月7日にキャスティングされた。 この他にゼイビア・サミュエル、ジム・パラック、ユージニア・カズミナ、ケビン・バンス、ブランコ、トモビッチがキャスティングされた。本作では4人のユダヤ人俳優がナチス・ドイツと戦う兵士を演じる。2013年9月、イングランドのハートフォードシャーでリハーサルが行われた。9月3日、ブラッド・ピットはイングランドの田舎で戦車を駆動する準備をした。9月30日、主要撮影が オックスフォードシャアで始まった。パイウッドスタジオは、シャーバーン、パートン、ワトリントンの住民に撮影中に、銃声や爆発音が起こるという注意書を送った。2013年10月15日、パートンでのリハーサル中に、スタントマンの肩に誤って銃剣が刺さった。彼は、オックスフォードのジョンラドクリフ病院へ空路で、救急搬送され、警察からは、事故として処理された。 2013年11月、リメンブランスデーに、エキストラが、ナチスドイツの制服を着た場面を撮影して、論争を引き起こした。エアーとソニーは事件について謝罪した。撮影中に、シャイア・ラブーフは、役作りのために歯を抜き、顔をナイフで切り付け、さらには、シャワーも浴びなかったために、他のキャストやスタッフの不評を買った。撮影は2013年11月15日に、 オックスフォードシャアで完了した。2013年11月19日、スティーブン・プライスが映画音楽を作曲する契約を交わした。オリジナルサウンドトラックアルバムは2014年10月14日にバレーズサラバンドレコーズより発売された。戦闘シーンに戦車を使用した映画であることから、戦車つながりでアニメ、ガールズパンツァーの西住美穂役で知られる、淵上舞が、 エマ役の吹き替えに起用された。また、ブルーレイと DVD の Amazon.co.jp 限定版には、ガールズパンツァーとタイアップした特典ブルーレイが収録された。日本では劇場での配給を角川が担当していたが、映像ソフトの販売は北米の配給元でもあるソニーピクチャーズが担当した。本作員後もソニーは日本独自の事業展開として、 門川が関わる多くの新作映画や海外ドラマのソフト販売に関わっている。ソニーピクチャーズエンタテインメントは当初公開日を2014年11月14日に設定していたが、1ヶ月前倒しされ、同年10月17日に公開された。当時、ソニーピクチャーズが何者かによりハッキングされており、関連性が指摘されている。実際、この直後に、この映画を含む、 少なくとも5作品が有名映画女優のパスポートの写しといった機密情報のファイルと一緒にインターネット上で不正に出回った。ロッテントマトズでは202件の批評家レビューで支持率は78%平均点は710となった。メタクレティックでは47件のレビューで過重平均値は64100となった。ありがとうございます。